乙女は、子離れできず過干渉。しかも、息子を世話したいと言うならまだ理解できるのだけど、私を大事にして、嫁より優先して、だって私は母親なのよ、という人。私や私実家を貶める発言も多く、うんざりした夫は、親と距離を置いて私を守ってくれていた。ところが、ウトが言った後、トメが、病気を理由に同居を要請してきた。弱って、老い先短い、かわいそうな私の面倒を全部見てね。家事や介護は、嫁がきちんとすること。と、夫は、本当に病気ならば必要な援助はするけど、そのような理不尽な要求には応じられないと、きっぱり同居を断った。悲劇のヒロインになりきったトメは、夫の弟に泣きつき、義弟は、兄貴は、病気の母さんに、なんて仕打ちをするんだ。母さんは、俺が面倒を見ると大見得を切って、勝手に同居を決めてしまった。慌てふためいた義弟嫁に泣きつかれ、夫と私が義弟を説得しようとしたら、ここで、トメが、恩知らずの長男ちゃんなんか、もう縁を切るわ。私が死んだら、遺産は全部、次男ちゃんに残すわ、発言。これを聞いた義弟嫁が、突然手のひら返して、同居を OK した。夫実家の資産は、動産は大したことないけど、先祖代々受け継がれている広い土地と、古いとはいえ、立派な造りの家がある。なぜか、義弟夫婦は、私たちが、遺産を示唆に、同居を止めさせたがっているのだと邪推し、義弟嫁に至っては、自分から泣きついてきたくせに、私を悪者にして責め立ててきた。バカバカしくなった私たちは手を引き、夫は遺産などびたいちもんいらん。全部お前たちに任せた。その代わり、何があっても、こちらに迷惑かけるな、と言い渡した。義弟は、妙なテンションで、俺が本家、兄さんたちは感動、宣言し、3DK のマンションで引き取り同居開始。その後3年間は、ウトの法事にすら呼ばれない、行っても拒絶されるほどの絶縁ぶりだった。ところが、去年、義弟嫁が私に泣きついてきた。今更何を言うかと着拒してもよかったんだけど、つい気になって聞いてしまった。いわく、義弟は、親孝行な息子をしたがるが、実際の世話は、義弟嫁に丸投げ。思春期に突然好きでもない祖母との同居を強いられたせいか、息子の反抗期がひどい。トメが病気で老い先短いと言うから我慢していたけど、都会の病院でよく調べたら、全然大したことない病気だった。おまけに、トメまで、自分のしたことは忘れきって、夫に愚痴電話をかけてきた。ここでは全然大事にしてもらえない、孫ちゃんが、私のことを臭い、汚いというの、この間はお友達に、うちのババアに早く死んでほしいって、真顔で言ってたのようだと。老いの精神状態が心配だけど、そのセリフにスカッとした気持ちも、少しだけある。我ながら性格悪いと思うけど、こんな、状態で、義弟が考えついた解決策が、今は空き家になっている実家をリフォームして人に貸し、ついでに広い庭の半分を潰して駐車場にして、収入を得ること。それで、息子の進学資金を確保し、小遣いもあげれば、全部おばあちゃんのおかげだと感謝して、仲良くなるに違いない、というのが、義弟の名案だったらしい。そして、相変わらず、暴走気味の義弟は、またしても相談もなく実行開始、したところで判明した衝撃の事実。土地も家も、所有者はウト兄だった。ウト父が亡くなった時、ウトが貯金を、ウト兄が不動産を継いだが、遠方に転居する兄に代わって、家と庭の手入れをすることを条件に、格安の時代、家賃でウトメが住むことになったというような話だった。書類関係もきちんと揃っており、嘘でも間違いでもなかった。このことは、息子たちにはきちんと伝えるという約束になっていたが、ウトはそんな話全くしておらず、むしろ、自分のものとして土地屋敷を自慢していた。トメは事情を知ってるはずだったのに、脳内で話が都合よく書き換えられていた。義弟は夫に、兄貴は全部知っていたんだろう、汚いぞ、と食ってかかったけど、知るわけないだろう。大体、登記がどうなっているか、固定資産税の支払いは、どうなのか、ちゃんと確認しろと言っても、大丈夫大丈夫という母さんの言葉を鵜呑みにした挙句、
浅ましいことを言うなと俺を責めたのはお前と嫁だろうがと言われ、真っ赤になって黙った。かなりスカッとした。です。賢いお兄さん。報告者夫さんでよかった。そのうち、義弟嫁さんが、はっちゃけ夫のすでに、冷たい兄夫婦&バカ亭主の被害者として書き込みそう。おいがかわいそうだな。うん、義弟と義弟嫁と留はどうでもいい。おいっ子はちょっとかわいそうだが、進学費用がどうこうってことは高校生くらいだよね。おいの進学の費用を用意するのは義弟の役目じゃないの。なんで、そこで留の持ってる遺産でどうにかしようとするんだか。まさか、おいの進学費用を用意してなかったとか？報告者です。ありがとう。義弟家の経済事情はよくわからないけど、愚痴や遺産への執着ぶりから察するに、裕福ではなさそう。なら、義弟嫁も働けばいいのにって思うんだけど、それはどうしても嫌みたい。さすがに進学資金を用意してないってことはないと思うけど、多分。義弟の思惑としては、どちらかというと、おばあちゃんのおかげで、お金がいっぱい入ることを、息子に見せつけることが主眼だったみたい。そんな、お金で釣るようなことをしたら、ますます、老いの心が傷つくだろうにね。荒れた老いは、うちのことも敵視しているみたいなんで、とりあえず今は静観だな。かわいそうだけど。